おはようございます。おはようございます。ただいまから第3回定例会告示日記者会見を始めます。はじめ市長からご挨拶を申し上げます。はい。おはようございます。おはようございます。本日は定例会の告示日の記者会見ですので、私の方からは手短にしたいと思いますけれども、一つは、南海トラフ地震の、臨時情報が初めて出された。そして、8月15日の17時をもって、大地震注意という呼びかけについては、終了したということになりますけれども、市民の皆さんに対しましては、大地震に対する備えを引き続き、してくださいということで呼びかけをしています。備蓄品の準備であったり、あるいは避難場所の確認であったり、家具の転倒防止といったいろいろな対策、そういったものを進めておいてほしいということであります。で、一方、最近の報道ですと、スーパーにお米がないとか、ミネラルウォーターが品薄だとかっていう、そういう話も出ていますが、ぜひ冷静に行動していただきたいと思います。店頭にないのでパニックに落ちるとかそういうことないようにですね、ある時にこう買うっていう、そういう行動だと思いますので、いろいろな報道が飛び交ってもいますけれども、ぜひ冷静に行動していただきたいと思います。それからもう一点は、今度は8月26日の月曜日に、改めて、記者会見があるということなので、私の方からは簡単にしておきますが、リンゴ並木の社会実験というのを9月1日から行うことになります。今回の社会実験というのは、リンゴ並木を日常的に、歩いて、行える場所にしようと、そういう趣旨で行うものでありますけれども、交通自主規制と車両進入の自主規制というのを伴いますので、どうせ市民の皆さん、関係者の皆さんにご理解とご協力をいただきたいというふうに思っています。8月26日のリンゴ並木未来づくり会議の記者会見をの方で、またぜひ記者の皆さんには詳しくお聞きいただきたいと思います。私からは以上です。それでは発表事項に移らさせていただきます。括弧1、令和6年飯田市議会第3回定例会提出議案に関連しまして、括弧2、令和6年度一般会計補正予算第3号案につきまして、一括して総務部よりご説明を申し上げます。はい、お世話になります。総務部長の桑原でございます。よろしくお願いいたします。それでは資料を第3回定例会まとめをご覧ください。今回の提出案件は、報告案件3件、人事案件6件、条例案件5件、一般案件5件、予算案件3件、それから決算認定13件の計35件でございます。案件の概要でございますが、まず報告案件でございます。報告第24号は、自動車事故による損害賠償の確保を定める専決処分を行ったことにつきまして、報告をするものでございまして、内容は3件ございます。1件目は、令和6年4月22日に、大門町の相手方住宅敷地内におきまして発生をいたしました自動車事故につきまして、物的損害にかかる賠償額を記載の通り定め、専決処分を行ったもの。2件目は令和6年4月9日に丸山共同調理場の駐車場において発生をいたしました自動車事故につきまして、物的損害にかかる賠償額を記載の通り定め、専決処分を行ったもの。3件目は令和6年5月14日に松尾小学校の敷地内で発生をいたしました自動車事故につきまして、物的損害にかかる賠償額を記載の通り定め、専決処分を行ったもの。以上3件につきまして報告をするものでございます。報告第25号は、道路管理の瑕疵による損害賠償の額を定める専決処分を行ったことについて報告をするものでございまして、令和6年6月21日に上村の指導におきまして、未舗装と舗装の段差がある箇所で損害を与えたものでございまして、賠償額を記載の通り定め、専決処分を行ったものでございます。報告第26号は、健全化判断比率
および資金不足比率の報告についてでございまして、令和5年度の健全化判断比率等を報告するものでございます。続きまして人事案件でございます。議案第72号は人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてでございまして、委員2人の任期満了に伴い次期委員候補者を推薦するため議会の意見を求めるものでございます。議案第73号から第77号までの5件は財産部の管理員の選任についてございまして、南部、中央、幅、の底、東のそれぞれの財産区の管理員につきまして任期満了および辞任に伴い新たな委員の選について議会の同意を求めるものでございます。続きまして条例案件が5件でございます。議案第78号は飯田市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、生活保護法の改正により給付金の名称が改められたことに伴い該当箇所の事項を修正すると所要の改正を行うため条例の一部を改正しようとするものでございます。2ページをお願いいたします。議案第79号は飯田市指定介護予防支援等の事業に係る人員運営及び予防介護のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例及び飯田市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、介護保険法施行規則等の改正により、地域包括支援センター運営協議会の電気店の条項番号の変更や、地域包括支援センターにおける柔軟な職員配置を可能とするため、条例の一部を改正しようとするものでございます。議案第80号は飯田市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、国民健康保険法の改正により被保険者証が廃止されることに伴いまして被保険者証の返還に係る罰則規定を削除等するため条例の一部を改正しようとするものでございます。議案第81号は飯田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正により、損害補償額の算定額となる補償基礎額が変更となったことに伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。議案第82号は、飯田市総合運動場条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、松尾明の飯田市総合運動場へ夜間照明を整備することに伴い会場時間等にかかる規定を改めるため条例の一部を改正しようとするものでございます。続きまして一般案件でございます。議案第83号は長野県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてでございまして、マイナンバー関係法令の改正により令和6年12月2日以降被保険者証が発行されなくなることに伴い後期高齢者医療広域連合と市医が行う義務を定める規約の一部を変更しようとするものでございます。議案第84号は財産の処分についてでございまして、達江インター産業団地の用地をワタワンホールディングス株式会社に売却することにつきまして議会の議決を求めるものでございます。議案第85号は工事行方契約の締結についてでございまして、上里黒田の紅葉橋の橋梁長寿命化修繕工事の請負契約の締結につきまして議会の議決を求めるものでございます。議案第86号と第87号の2件は剰余金の処分についてでございまして、令和5年度の水道事業と下水道事業それぞれの無処分利益剰余金につきまして減災積立金へ積み立てるとともに資本金へ組み入れることについて議決を求めるものでございます。続きまして予算案件が3件でございます。議案第88号は一般会計補正予算第3号案、議案第89号は介護保険特別会計補正予算第1号案、
議案第90号は駐車場事業特別会計補正予算第1号案でございます。議案第88号の一般会計補正予算第3号案につきましては、この後財政課より説明がございます。以下の議案第91号から3ページ、議案第103号は決算認定でございまして、一般会計及び各特別会計の計13件につきまして、令和5年度の決算認定をお願いするものでございます。私からは以上でございます。それでは財政課の村松と申します。よろしくお願いします。私の方から令和6年度一般会計補正予算第3号案について説明をさせていただきます。今回の補正額の総額につきましては5億3318万5000円の増額でございます。主な内容につきましては4点ございまして、達営インター産業団地の土地売払い収入といたしまして1億7600万円余の歳入を計上してございます。またそれに伴いまして用地取得といたしまして土地開発基金から買い戻す予算としまして4640万円を計上してございます。令和6年6月27日にワタワンホールディング株式会社と仮契約を締結をしておりまして、達営インター産業団地にかかる売払い収入の予算と用地取得費用につきまして土地開発基金から買い戻しをするために歳出予算を計上をしてございます。今回売り払いを行います用地につきましては、第一造成地約6200平米、第二造成地約14300平米、および第二造成地ののり面約14000平米で合計39000平米でございます。続きまして特別債券の提供等によるインバウンド消費の拡大質向上推進事業として4060万円を計上してございます。本事業につきましては国土交通省観光庁所管の受託事業で、観光立国の復活に向けてインバウンドの本格的な回復を目指すため、地方における特別な体験コンテンツ等の企画開発提供の促進、インバウンド消費の拡大、地方への波及効果等を調査・検証する事業でございます。令和5年度に同じく観光庁の支援を受けて天竜峡で開催をしましたリンゴと光のフェスティバルの実績を踏まえまして、さらなるインバウンド消費の拡大や質の向上に向けて企画をした事業で、5月末に観光庁から採択の内定をいただいております。具体的には南信州観光公社がインバウンド事業として展開をしますファーマーズホームステイツアーを軸に、当地域の自然、伝統文化、食材の資源を地元の人との交流や体験を通して飯田への理解を深めていただく付加価値の高い特別な田舎体験ツアーを提供する予定でございます。実施主体につきましては飯田市が務めまして、企画立案事業実施につきましてはリンゴと光のフェスティバルを手掛けたネアネア天竜峡実行委員会やチャンネル48に委託をし、 JR 東海や南信州観光公社等と連携をして進めてまいります。観光庁からの10分の10の受託事業収入を受けて実施をする事業でございます。続きまして学校給食および民間保育所等の復職費高騰対策への支援として4260万円を計上してございます。当初予算におきまして9月末までの半年分として計上をしていました学校給食および民間保育所等の復職費にかかる物価高騰対策支援事業補助金を増額するものでございます。長引く物価高の状況につきましては、今後も高止まりや上昇傾向が続くとの見方もあり、下半期につきましても継続をして補助をするものでございます。財源につきましては、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金で、当市への本年度の交付限度額1億2000万円のうち、当初予算に未計上の額をそれぞれの事業に充当をしてございます。最後でございますけど、5月から7月の豪雨によります災害復旧事業として6050万円を計上してございます。
5月の28日から29日、6月28日から29日、7月16日から17日にそれぞれ発生をしました豪雨災害にかかる予算でございます。5月の災害箇所は25箇所、6月は57箇所、7月は24箇所、道路単独災害が59箇所、河川単独災害が18箇所、農業施設単独災害が14箇所などでございます。被災箇所が多い地区は南信濃が22箇所、辰江が20箇所、山本が12箇所、伊柄が10箇所などでございます。説明は以上でございます。はい、ただいまの発表事項につきましてご質問を受けたまいります。ご質問のある方は挙手いただきまして、指名を受けましたら社名、氏名についてご質問ください。それではご質問ください。はい、南信州新聞さんどうぞ。南信州新聞社と話です。お願いします。今の補正予算3号のところちょっと伺います。歳出の総務費、地域交流センター管理費ございますが、具体的にどういった内容でしょうか。はい、それでは歳出の総務費の補正額の内容の地域交流センターの管理費の内容についてでございます。現在の、交流センターの近く、直近にあります本町の蔵の修繕の費用、あと、トップヒルズの管理費についての増額を計上している状況でございます。トップヒルズの管理費、具体的にどれぐらいの増額になるんでしょうか。今回の補正額として計上してある572万8000円のうち、本町の修繕費につきましては249万7000円、あと管理費につきましては323万1000円を計上している状況でございます。この管理費の増額、なぜこの補正で対応することになったのでしょうか。はい、トップリスの管理費につきましては総会の方で、今後の管理費の増額を、6月に総会で決定をしたという状況でございまして、今回それを受けまして補正予算で増額を、提案したという状況でございます。もし分かればなんですが、何倍くらいの増額とか、もし数字分かれば教えてください。はい、それでは私の方から、約ですけれども、負担金の内容に、共用管理費の負担金と、それから修繕の積立金の負担金の2種類がございます。全体の負担金のうちの、市の公共施設に関係する負担金の部分だけの数字になりますけれども、共用管理費の負担金については約 1.3 倍。それから修繕積立負担金については今後ちょっと30年のスパンで見るということで、やや増額の幅が大きくなりまして、約 1.8 倍程度の増額ということになります。素人額だと段階的に上げていけばよかったかなと思うんですが、このタイミングで大幅な増額になった理由も少し教えてください。はい、共用管理費の負担金につきましては、途中で消費税分の増率で、若干の値上げっていうこともあったりし、当初は多少の増減はあったんですが、基本的に大きな見直しがされてきてないという状況が、ございまして、かねてから値上げについて見直すというようなお話がありました。それを、管理組合の事務局の方で、改めて算定をし直しまして、金額が決定ということで、協議をした結果、総会でも決定をされましたので、このタイミングでということになります。修繕の積み立ての負担金につきましては、もう二十数年が経ちますが、当初の20年くらいの計画から、今後さらに30年を見通してっていう計画をし直して、そうすると今度エレベーターでありますとか、エスカレーターでありますとか、かなり高額の修繕が必要となる。
ものもあるということで、どうしても増額をするということかなということで、これも総会の方で決定をされまして、10月から見直しを始めるというふうに決定をされましたので、それを受けまして10月からの補正の要求をしたいというものでございます。あと1点すみません、議案82号、松尾明の運動公園の夜間照明なんですけども、設置までのスケジュール感もし分かれば教えてください。はい、照明、夜間照明の整備工事の関係ですが、予算は当初予算に計上されております。で、今工事中というふうに聞いておりまして、竣工予定は一応9月の末頃というふうに聞いております。他にはいかがでしょうか。はい、信濃毎日新聞さんどうぞ。信濃毎日新聞早まりです。お願いします。確認ですけど、広告24号のこの3件自動車事故の物的損害とありますけれども、これはいずれもいわゆる市の職員の方がいわゆる、言い方はちょっとあれですが、加害側といいますか、として、市民の方のなんかこう自動車とかにぶつけてしまったりとかということで損害賠償という、そういう認識でよろしいでしょうか。はい、報告第24号の内容の3件でございます。1件目も市の職員が市の所有の車で、交代した際に相手方の車両のリアバンパーをこすってしまったというものになります。2件目も市の所有の市の職員の車が、運転席のドアを開けた時に強風にあおられてしまって、隣の駐車してあった車に損傷を与えたというものになります。それから3件目も市の職員が、市の所有の車で、交代する時に小学校の敷地内で校舎の壁に取り付けてある民間が設置をいたしました太陽光発電の装置といいますか、基盤といいますかケースを損傷させてしまったというものになります。ありがとうございます。いずれも特に人的被害というか怪我をされた方とかそういった方はいらっしゃらないということですか。はい、この3件につきまして人的被害はお客様でございませんで、いずれも物的の損害、物的損害にかかる賠償額ということでございます。すみません、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは飯田市議会第3回定例会提出議案並びに一般会計補正予算第3号案につきましては以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。続きまして3令和5年度飯田市決算の概要につきまして、総務部からご説明を申し上げます。それでは、令和5年度決算の概要について説明をさせていただきます。資料につきましては令和5年度飯田市決算の概要をご覧いただければと思います。まず1ページでございますが、会計別の決算額でございます。一般会計、特別会計等の決算額をお示しをしてございます。一番上の普通会計の中にあります一般会計の歳出総額は前年度期10億6600万円の減額でございます。特別会計では国民健康保険特別会計事業勘定が保険給付費の減額によりまして4億1400万円の減額となるなっておりまして、特別会計全体では3億8300万円の減額でございます。企業会計につきましては病院事業会計が材料費等の伸びによりまして1億2000万円の増額になるなど、企業会計全体としますと4億3600万円の増額でございます。続きまして2ページでございますが、決算総括でございます。こちらにつきましては普通会計の決算についてまとめてございます。
歳入につきましては、市税は個人市民税の増などによりまして、1億4600万円余の増額でございます。普通交付税の交付額や臨時財政対策債は前年度よりも減少しておりまして、歳入総額につきましては9億2500万円余の減額でございます。歳出につきましては、豪雨による災害復旧費等の増額がありまし、あったことや、丘の上ユイスクエアや民間保育所の園舎、改修等の施設整備が終了したこと、また、簡易検査キットの配布事業等の新型コロナウイルス感染症対策が終了したことによりまして、前年度より10億7200万円の減額でございます。総括といたしまして、歳入歳出それぞれ決算規模は過去4番目の規模でございます。新型コロナウイルス感染症対策は終了しましたが、原油価格、物価高騰への対応につきまして、国の臨時交付金等を活用して、さまざまな個人支援、事業支援に取り組んでおります。歳入では普通交付税、臨時財政、財政対策債の減額、歳出では災害復旧への対応等によりまして、財政調整基金を2億を取り崩しております。続きまして、3ページでございますが、歳入の状況でございます。市税につきましては、県の最低賃金の引き上げを含む地域内企業のベースアップ等の影響で、個人市民税が増額となりまして、市税全体では1億4600万円を率にして 1.1% の増額でございます。地方交付税は2億6700万円余で 2.1% の減でございます。地方債の発行額は、臨時財政対策債の発行額は減少しましたが、普通建設事業の財源として、交付税措置のない地方債の借り入れを行うなどして、2億2700万円余の増額でございます。続きまして4ページでございますが、市税の状況でございます。個人市民税につきましては、給与所得の増額などによりまして、所得割の増加がありまして 2.1% の増、法人市民税につきましては、物価高の影響などによりまして、法人割の減額によりまして 2.1% の減でございます。固定資産税、都市計画税につきましては、家屋の新築や、設備投資の回復などがありまして、0.7% の増となっております。過去2番の市税の収納率の推移でございますが、市税の収納率につきましては、前年度分が 99.7、農繰越分が 52.9 で、合計 99.5% でありまして、前年度分、下年度分を合わせると、県内19市の順位が1位でございます。再加算につきましては、類似団体の説明を記載をしてございます。人口減少の影響もありまして、令和2年度から、これまでの都市3の1から都市2の1に区分変更されております。県内では、伊那市、佐久市、安曇野市と同じグループでございます。全国でございますと46団体が同じグループの中でございます。続きまして、5ページでございますが、歳出の状況でございます。性質別でございますが、原油価格、物価高騰対策としまして、生活応援給付金の給付等を行ったことによりまして、扶助費につきましては 2.6% の増でございます。物件費につきましては、簡易検査キットの購入費用の減などによりまして、全体で 10.5% の大幅な減でございます。普通建設事業につきましては、施設の LED 化など、長寿命化を進めてきたものの、あと、丘の上、ユイスクエアの整備や産業用地整備工事、民間保育所の園舎改築等への支援が終了いたしまして、6.7% の減でございます。続きまして、6ページは目的別でございまして、総務費につきましては、定年延長制度に伴う退職手当の減、リニア関連事業の件などによりまして、全体で 14.2% の件でございます。衛生費につきましては、脱炭素先行地域づくり事業や出産、子育て、応援事業等の実施によりまして、全体で 4.6% の増でございます。
農林商工費につきましては、丘の上ユースクエア整備補助や産業用地整備事業の終了によりまして、21% の大幅な減でございます。過去3番、職員給と職員数の推移につきましては、普通会計に属する職員にかかる職員給につきましては、職員数の増加や人事勧告の影響によりまして、約8900万円の増でございます。職員数は前年度より8名増でございます。市民1人当たりの職員給につきましては、5年度決算における市民1人当たりの職員給は前年度から1456円上昇しまして、4万6844円でございます。職員給が増えたこと、人口が減少したことによりまして、の結果でございます。4年度での比較ではございますけど、類談と比較をすると大きく下回っておりますが、県内19市との比較では若干高い水準でございます。続きまして7ページは、特別会計等の決算状況でございます。病院事業会計につきましては、新型コロナウイルス感染症の病床確保、補助金の減、材料費、委託料の経費の増によりまして、5億9500万円の赤字決算でございます。水道事業会計につきましては、1億3500万円の純利益でございます。令和6年1月から実施をしました料金改定の影響につきましては、令和6年度から見込まれる状況でございます。国民健康保険特別会計につきましては、被保険者数の減などによりまして、保険給付費が減少しまして、歳出決算は4億1500万円を 4.7% の減でございます。8ページにつきましては、地方消費税交付金、社会保障財源化分が充てられる、社会保障施策にかかる経費、あと財政運営目標についての記載をしてございます。おめくりをいただきまして、9ページでございますが、基金、貯金の残高の推移でございます。歳入につきましては、市税は伸びたものの、普通交付税や臨時財政対策債が減となっております。歳出では、物価高騰対策の給付金や災害復旧費の増加などによりまして、財政調整基金を2億取り崩しております。これによりまして、財政運営目標の対象としています、財政調整目的金の残高も減少しておりまして、69億5000万円でございます。基金全体としますと、141億8800万円でございます。定額基金を除きます、下段でございますが、定額基金を除く市民1人当たりの基金残高につきましては、人口は減少したものの、基金全体が減少したことによりまして、前年度から1500円減少しまして、13万1041円でございます。4年度決算におきましては、類似団体や県内19市の比較におきましても低い水準でございます。続きまして10ページでございますが、地方債、借金の残高の推移でございます。一般会計につきましては、臨時財政対策債の発行額が減少したものの、今年度交付税措置がされない地方債の発行などを行ったことから、臨時財政対策債を除く一般会計の地方債残高は1億7100万円増加いたしまして、209億9300円でございます。特別会計におきましては、病院事業、水道事業の残高が増加をしていますが、下水道事業の減少によりまして、13億1500万円の減でございます。臨時財政対策債を除きます地方債全体につきましては、11億4400万円減少しまして、482億2200万円としてございます。下段の普通会計ベースの市民1人当たりの地方債残高につきましては、人口が減少したものの、地方債残高が大きく減少したため、昨年度より9058円減少しまして、38億9451円でございます。前年度決算における類似団体や県内19市の平均値との比較では、いずれも低い水準でございます。続きまして、11ページにつきましては、主な財政指標でございます。
財政力指数につきましては、令和5年度の3カ年平均につきましては、0.529 で、0.008 ポイントを低下をしてございます。令和5年度の単年度数値では、0.541 で、0.011 ポイント上昇をしてございます。令和5年度は、下水道費や合併、特例事業債の参入額が減少しまして、基準財政需要額は減少しました。で、そのことによりまして、単年度数値は上昇をしてございます。続きまして、過去2番の経常収支比率につきましては、令和5年度につきましては90.4% で、前年度対比 2.3 ポイント上昇してございます。主な要因につきましては、普通国税や臨時財政対策債の発行額の減少によりまして、経常いっぱい財源、総額は減少しております。補助費や維持補修費の増加によりまして、経常経費、中等いっぱい残金が増加するのによりまして、数値が上昇している状況でございます。続きまして、12ページでございますが、健全化判断比率等による分析でございます。1の表の中の実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は数値がなしでございます。実質公債比率と将来負担比率について説明をさせていただきます。まず実質公債費比率でございますが、実質公債費比率とは標準財政規模に対する元利償還金等の比率でございまして、一般的に3カ年平均値で示される指標でございます。令和5年度決算では 8.1% となりまして、前年度より 0.5 ポイント上昇をしております。要因につきましては、分子となる純元利償還金は減少していますが、分母となる標準財政規模が交付税の減少によりまして、分母の減少額が大きかったため、数値が上昇をしてございます。続きまして13ページでございますが、将来負担比率でございます。中段でございますが、将来負担比率につきましては、標準財政規模に対しまして、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の額との比率でございまして、令和5年度決算では 3.1% でございまして、前年度対比で 5.7 ポイント改善をしてございます。要因につきましては、分母の標準財政規模は、実質公債比と同様の理由で減少しております。分子の将来負担額や、地方債の残高、債務負担行為が減少したため、将来負担比率が改善をしてございます。15ページ以降につきましては、決算カードを記載してございまして、あと、それ以降につきましては、歳入歳出、普通建設事業の決算の内容等を掲載をしてございます。説明は以上でございます。それでは、ただいまの発表事項につきまして、ご質問を承ります。それではご質問ください。はい、南信州新聞さんどうぞ。南信州新聞社、戸辺です。市長に伺います。23年度決算、まとまりました。市長の受け止めをお聞かせください。はい、今数字の説明ありましたけれども23年度では5年度時点においては楽ではないけれども、まあ、健全度は保たれているというのが状況ではないかと思います。で、6年度に規模の大きい予算を組んでいますので、続きというか注視が必要ということだと思いますので、持続可能で健全な財政運営への意識を持ってやることが引き続き必要という状況だと思います。財政運営目標の中で、はい、財政調整基金、目的基金、はい、目標額27億円程度でありますが、決算ベースでは69億となっております。この数字をどのように受け取りますか。はい、先ほど申し上げたように、この23年度時点の数字としては、健全度が保たれているという状況だと思いますが、6年度の都市予算編成で、財政調整基金を崩して、
例年よりも大きめの取り崩し額で予算を編成していますので、その6年度と同じ予算編成の状況が続くとですね、この目標の達成も危うくなりかねないということだと思いますので、5年度の決算だけ見れば、健全度が保たれているというふうに見えるわけですけれども、引き続き、注視が必要、我々、運営する側、財政運営する側とすれば、ここのところは気をつけていかないといけないと、まあ、そういう認識です。他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは令和5年度飯田市決算の概要につきましては以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。それではここで全体を通しましてご質問を承ります。それではご質問ください。はい、品の前にチームさん、どうぞ。品の前にチームハイマリスお願いします。はい、冒頭のご挨拶でも触れていらっしゃったんですけども、はい、南海トラフ地震の臨時情報が初めて出たということで、あらゆるその市長 その臨時情報が初めて出たことに対しての、受け止めとですね、あとその後 その市の対応があったと思うんですが、それについて何かこう例えば、初めてのことですので、課題ですとか、なんか改善すべきものとかが何か見えてきたかどうか、その辺について市長どうお考えかというのをお知らせいたします。はい、まず今回政府がですね、南海トラフ地震の臨時情報という形で、発出したこと自体については適切であったかというふうに思います。それは日向灘沖の地震に対して、これは南海トラフへの影響はないのか、大丈夫かって思った国民は多かったと思うんですけれども、それに対して、検討会議を直ちに立ち上げて、その検討結果として、臨時情報を出したと。この一連の動きについては初めて運用した、この仕組み自体は初めて運用したのかもしれませんけれども、迅速で良かったのではないかなというふうに思います。で、一部、その臨時情報、大地震注意ということに伴って、宿泊施設のキャンセルとか、そういった影響もあったと思いますので、そういったところについては今後、運用について、政府として一度検証をして、今後のこういった情報の出し方について、改善すべきところがあれば改善するという形で動いていくんだろうというふうに思います。で、飯田市としては、自らのいろいろな大地震への対応について、確認する機会となりましたので、それについては良かったというか、確認するいい機会になったと思いますし、住民の皆さんにとっても自分の家庭、あるいは企業の大地震への備えが大丈夫かというのを確認する機会になったと思いますので、そういう形で、それぞれが一つの機会と捉えて、日頃の備えを確認するという、そういう機会であり、それをしておくことが大事だろうというふうに思います。ありがとうございます。特に今回 その初めての情報を受けた市の対応としては、特に何かこう、課題みたいなものというのは特に今のところはないという感じの受け止めでよろしいですか。はい、大きな課題というものはなかったというふうに思います。一連の、動きについて、振り返ってこうしておくべきだったということはないと思います。先ほど申し上げたように、いろいろな確認をする機会ということでしたので、今回の振り返りの中で今後備えておくところがあればですね、それをしっかり対応するということだと思いますが、現時点で大きくここが欠けていたとか、今後見直しておかないとまずいとか、そういう大きなものはないという認識です。
ありがとうございます。もう一点だけじゃちょっとお願いしたいんですが、はい、ちょっと話題が変わってリニアのことなんですけども、ね、先日市の方にも懇談ということで、いわゆる羊蹄作道を県駅の工事の中で使うことに対して、反対をしている住民の方が要望書などを提出するということがありまして、で先日県の方にもその方たちが行かれて、その時も県の方からもそのお話があったんですけども、今度その JR の方でその環境保全計画を修正して、羊蹄作道を使用する形の、その計画ということでもう一回出し直すということで調整が進んでいるということをお話が県の方からもありまして、で市の方でもそういったことは把握されていると思うんですけども、市長として、その動きに対して、どのような、JR に対してですね、その計画の修正についてはどのようなことを、期待するといいますか、盛り込んでほしいなというなんか期待があるかというのをちょっとお知らせいただければと思うんですが、はい、具体的に計画の変更内容というかどういうことが記載されるかどうかっていうところというよりは、我々のスタンスは、住民の皆さんの、健康をあるいはその、環境に対する影響が、ないあるいは極めて、ないに等しいという形で、いろいろなことが進むということ、そういう状況が確保されるということが第一なので、そういった対策がきちんと取られるかどうかという、そういうところが我々の関心事ですので、そういう対応になるかどうかを注目しているということです。ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。はい、読売新聞さん、どうぞ。読売新聞、柳沢です。おはようございます。先ほどの南海トラフの関連で一点、これ要望なんですが、朝情報が出た後、朝8時半からここで非公式の部長会議がありました。臨時のあれもし、次いつ機会があるか分かりませんが、できれば公開してほしいなっていう。その方が我々も二度手間になってしまって、でしかもああいう非常にこう影響が大きいものに関しては生で聞かせていただけたらなというのがあるので一度ご検討ください。はい、はい、他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではどうもありがとうございました。それでは第3回定例会告示日記者会見を以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。